皆さんこんばんは。私は日本航空におけると解雇者を励ます会の呼びかけ人の一人の代表と申します。皆さん今発売中の週刊新潮に、冬季は燃油費節約のため台風に突っ込みますという見出しの記事が出ているのをご承知でしょうか。今日朝起きまして新聞の広告に載っていましたので、こちらへ来る途中の駅で売店で買って電車の中で読んできました。これを読むと原告団の団長の山口博也さんの取材も出てきております。この見出しどういうことかと言いますと、アルビンの機長が出発前のブリーフィングで、今日は航路上に台風がありますが、この台風を避けようとすると30分余分にかかり、燃油代が20万円余分にかかるので台風の中を突っ込んでいきますと、そういうことを語ったということなんですね。この問題は今日未明の国田圭司議員が国会でも追及されました。この件だけじゃなくてですね、燃油費節約ということは JAL の社内のエレベーター前に燃油費削減目標が月ごと、便ごとに貼り出されている、そういうことが書かれております。客室乗務員の方はどうなのか。昨年12月あるシンポジウムの後、懇親会でございまして、私の近くにいらっしゃった、キャビンアテンダントの方とお話をしていると、その中でですね、今私たちは仲間を仕事で送り出すときに行ってらっしゃいじゃなくて売ってらっしゃいというふうに言ってるんですよって言ってるんですよ。で、どういうことなんですか、何のことですかって聞くと、機内販売というのに私たちは、仕事が、まあ、ノルマがかかってるんですというふうにしたんですね。で、このこともですね、実は新庄の記事に載っているんですね。どういうことが書かれているかと言いますと、キャビンアテンダントの方にはフライトごとにセールス目標額が決められている。羽田沖縄便だったら1人につき往復で4000円、もう少しお金持ちがもらえる国際線、例えば5月の成田ロンドン便だったらキャビンアテンダントの方14名グループ目標が45万3600円だそうです。で、目標に届かなかったら帰ってきて2、3万円ですね、自腹を切って、自分で買っているという方もあるそうです。こんな具合ですから、仕事を終えて帰ってこられた客室乗務員の方を迎える上司の言葉、これはご苦労さんじゃなくてセールスいくらだったって言ってるんです。で安全第一を肝に銘じたコストコの誓いというのは一体どこへ行ったんでしょうか。皆さんは新谷のり子っていうフォークソングの歌手をご存知でしょうか。年はわかると言われてます私その中の代表はやっぱりフランスイムの場合という歌ですね。アメリカのベトナム空爆に抗議してパリで焼身自殺をした女性を弔った歌ですね。私がこの歌に引き付けられたセリフはですね、本当のことを言ったらお利口になれないって、ここがジーンとくるわけですね。今日本の職場では、日本では自分が所属する組織、職場の不正を堂々と告発することに大変な勇気が必要になっています。本当のことを言ったらお利口になれない、昇進や昇格で差別される、まさに先ほどの朗読劇であった通りのことが、今回の原告団の皆さんが JAL の職場で体験してきたことですね。皆さんは今回の整理解雇裁判、撤回裁判の
本質はどこにあるとお考えでしょうか。私は利益なくして安全なしという稲盛式アキンド経営に JAL が染め上げられていくのを放置してしまうのか、そうではなくて安全なくして利益なしという真っ当な会社に JAL を再生させる、その中核を担う原告の皆さんも職場に戻れるような判決を勝ち取るのか、この争いだと思います。今の JAL で稲盛式アキンド経営にノーを突きつけ、はっきりものを言える原告の皆さんが職場に戻ることは、安全なくして利益なしの文化を次の職場の世代の人たちに引き継ぐためにも、これは不可欠なことです。そしてこのことは、エアラインの利用者である私たちにとっても、無関心ではいられない問題です。私は瞬間新潮のセールスマンではありませんが、買って読んでくださいとは言えませんが、何かの方法で読んでいただきたい。新潮らしからぬと言ったら大変新潮に怒られますけれども、これは非常にいい記事です。今日の集いに参加くださった皆さんは、皆さんご自身だけでなく、そして今日この場だけでなく、お帰りになって職場や地域の周りの人たちに今日のこの話をですね、ぜひとも広めていただきたいと思います。私は野田首相のように3回も申し上げません。1回だけどうかよろしくお願いいたします。